皆さんご視聴ありがとうございます。本日は久々のゴールドボールプラスの方を引いていこうと思います。早速いきましょう。なんかすごい久々な気がするんだよね。ゴー。まあ10回あるんでそのうち1回は黒来てほしいなって感じですかね。はい、アペドロはレベルマックスで持ってるからいらないな。レッツゴー。もうどんどんサクッといきますんで。さあ誰だ。落ちてない選手。あ、グラーチか。キーパーですね。3回目レッツゴー。もうどんどん行こう。すぐ押すとやっぱ黒は来ないのかな。あ、バネがいいですね。アルゼンチンの選手ですね。はい、4回目ちょっと貯めてレッツゴー。さあどうかな。まあ金。あ、ジェラール・モレノ。はい、じゃあ次行きましょう。レッツゴー。頼むぞ。でもやっぱ金だけって見ててなんか気持ちがいいですよね。お、ファビーニョ来た。これは嬉しい。リバプールの選手が来ました。ファビーニョはいいですね。あ、まだ25歳なんだ。あ、右サイドバックもできますね。能力はこんな感じですね。まあ、パスができますね。グランダーパス。やっぱディフェンス選手、ボールダッシュがあるんで、DMF ですね。フィジカルコンタクトも強いですね。はい。あ、で、割とスキルがあるというね。はい。結構使えますね、やっぱり、ファビーノは。じゃあ次行きましょう。さあ、レッツゴー。ちょっと貯めようかな。花粉症で、目がすごい痒い。一個かきながら。ああ、押しちゃってた、いつの間にか。さあ、どうだ。いいね、カルバハル。レアルマドリードの選手です。はい。やべ、目が痒すぎてずっと書いてた、今。来たカルバハル。レアルの選手もやっぱり来たら嬉しいですね。黒来ないかな。レッツゴー。なんかすごい重い感じがする。さあどうだ。あー、モラタか。こないだ当たってまだ全然育ってないんで、トレーナーにして経験値爆発狙っていこうと思います。はい、あと3回。黒来ないか、まさか。頼む、黒は来ない。さあ誰が来る。え、持ってるのかな。タラス・ステパネンコ。すいません、ちょっと存じ上げないんですけれども、ニューがついてないんで2体目だと思います。はい、あと1人揃ったら交換しましょう。欲しい選手はアセンシオ。続いてラスト2回。行くぞ、頼む、黒1回来てほしい。本当に10回あったんだから1回黒来て。頼む、来ないか。あ、さっき当たったじゃん、あなた。なんで2回も出てくるかね。はい、じゃあラスト行きましょう。ラストレッツゴー。頼む、黒来い、黒。来ない。最後はスパシッチということで、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。